雪も残ってまして、今ちょっと雨がちらついているところです。これからですね、ちょっとお話をお伺いしながら、いろいろ考えていきたいと思います。はい。で、ですね、後ろが、お母さんの中村邦さんです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、中村美奈子さんはちょっと写真を、はい。はい。この方ですけども、平成10年、1998年ですね、4月の6日にこのご自宅を出て失踪をしています。それ以来も24年間、ということで、消息がない、ということです。で、ちょっと今後ろがですね、ご自宅です。やっぱり雪国だから、下がガレージになって、上の方がご自宅ということなんですけども、ここは新潟、長岡市の長岡の駅からすると、東北方向ですよね。はい、1キロ、2キロぐらい離れて、2キロぐらいですね。離れているところですね。はい、で、その1998年、平成10年の4月6日にですね、失踪してるんですけども、お母さんはこの時小学校の先生をされて、おられて、で、朝、出勤をされたと、お父さんちょっと早くに亡くなられておられて、朝出勤をされた時には美奈子さんはご自宅にいたと。で、あの当時、新潟県立の長岡高校を出て、これから予備校に、1年、通うという手前だったんですけれども、で、そこで、お母さんが出勤されて、で、その時は、寝ておられてですね、で、お母さん帰ってきた時にはもういなかったと。いうことです。で、中村美奈子さんの事件で、結構有名なのは、美奈子さんが、パスポートを取得していて、そして、失踪した翌日、4月7日にですね、新潟空港から、韓国、ソウルに向かって、飛んだ飛行機に中村美奈子という名前で乗っかった人がいると、いうことです。で、これが本当に美奈子さんであるかどうかというのが、いろいろ疑問が あるんですけれども、ともかくこれが一つのよすがで、で、お母さんも新潟空港にももう毎年行かれてるんですかね、で、ビラを配り、それから韓国にも行かれて、韓国でですね、韓国の警察とかいろいろなところに要請を行っておられると。で、今まで韓国何回ぐらい行かれましたか。もう14、5回になるかと思います。はい、で、大体警察などで、要請をしたりとかですよね。はいはい、で、あと、地元におられる日本人とか、韓国の方でもご協力をしていただいて、で、韓国の方の関係で、すいません。韓国の方の、関係で、韓国のね、テレビ番組なんかにも、出られて、訴えをされたりしていると。いうことです。で、しかし韓国の中でも、情報は今まで来てないですね。はい、確かに情報はありません。はい。うん、で、ということなんですが、今日ここでですね、やってみることの一つは、その韓国に行ったという話と、美奈子さんがいなくなった時が、果たして繋がってるかどうかという問題がちょっとあるんですね。これは、前から非常に気になったことなんですけども、美奈子さんは出て行った時に、もうごくごく普通の服装で出て行ったと。はい。どんな服装だったでしょうね。全く家でもって過ごしているような、ブラウスとジーパンで、持ち物はもう、白いちっちゃな、お財布を一つ持って出かけただけで、自転車も乗っているのに置いてありました。はい。はいはい、普段動くときはだいたい自転車乗っているのが自転車も置いてあった。それから着ているものも、ごく家にいる普通の格好で、所持金はどれくらいだったと考えたんですかね。1万円未満じゃないかと思います。はい、ただ、後ほど分かったんですけど、入学基金の予定していた中から3万円借りますというメモがありまして、3万円だけそこへプラスしていったんじゃないかなと思います。はい、ということはあるんですけれども、所持金もない、それから失踪した時の状況からすると、長時間出るということはですね、普通考えられない。で、前の日、お母さんが、学校の方の仕事でですね、物を作ってた時には手伝ってくれてたわけですよね。はい、紙を切ったり、
字を変えたり教室の掲示物をあの子が全部あの用意しててくれました。あ、でその時お話をしていても特別変わったところはなかったんですね。はい、あのクラスの子どもたちの名前だとか、はい、性格みたいなものをいろいろあの、聞いてましたので、はい、あのほとんどそのいなくなる状況のことの話は何もしませんでした、うん。はい、これはすごく不思議なんですね。もし例えば韓国、まあ、もちろんあのご本人は一度も外国に行ったことはなく、まあ、パスポートもまあこの時初めて取ってるわけなんですね。でパスポートをご本人が取ったことは間違いがないんですね。ご本人の意思で取ったことは間違いないんですが、外国全く行ったことのない人が外国へ行くとなるとですね、当然あの、まあ、かなり精神的にはいろんな負担になると、うん、で何かしら周りに喋るとか、うん、あるいはその直接例えばどっか行くという話でないにしても、うん、まあ、何か、行って、ね、そういう兆候があって不思議はないと思うんですが、そういうものは全く見られなかったわけですよね。もう机の周りだとか自分の過ごしている場所でもっておかしいなと思うので、うん、気になるようなものはもう全くなかったです、うんうん。ということで考えるとですね、一つやっぱり考えられるのは、その、まあ、パスポートを取ったのにはパスポートを取った理由があると。で、しかし4月7日に、新潟空港から乗っかった人が別人で、まあ、これは実際にその時の旅行会社の人とか、いろんな方々の証言からしても、まあ、美奈子さんの風体とはちょっと全然違う人だったという、まあ、話はありますよね。はい、もういつも三つ編みにしているような子供でしたので、うん、大人っぽい格好だとかそういうことのことは私としては何も考えられません、うん。でそれで、まあそのまあ、ちょっとおそらく美奈子さんより年が上であろうと思われる女性が航空券を持ってで、まあ、乗ってったという話ですね。はい、で、そうすると、まあ、そこで一旦切り離すとすると、今度は逆にですね、4月7日に、の飛行機に誰かが乗っていく。で、そのためには、で、それに、美奈子さんのパスポートを使うとすると、まあ、6日に、美奈子さんがいなくなっていないと困るということが、ひょっとして、まあ、あったんではないかなってこともちょっと考えられるんですよね。そうですね、うん、なんかちょっと難しいんですけど、とにかく突然だったっていうこと自体が準備がない中でしたので、うん、本当に突然だったとは思います、はい。まあ、ここでですよね、このご近所の方も全然美奈子さんの姿は見ていないですね、はいはい。でここから駅まで歩いたら結構な距離ですよね。そうです、30分から40分ぐらいかかります、うん、はい。もうあの子はもうどこにしても自転車に乗ってますので、うん、もうこのもしかしたら自転車を置いていくってことはもうこの角から車でどっか行ってしまったんじゃないかなっていう気がします、うん、ですよね、はい。だからまあ誰かがこの近くで車に乗っけてでどっかへ連れて行ったということが考えられるということですよね、うん。まあこの当時北朝鮮に、まあ、ちょうどこの拉致問題が横田めぐみさんのことで明らかになった翌年ということになるんですけども、まあ、その後でも拉致を行われた可能性というのはもちろん十分あることなので、時期的に言えば別にそんな不思議ではないんですけども、ただやはりこの韓国側にのパスポートを取ってというような話というのは実は他の特定失踪者の方々にでもちょっとないんでですね、だからそういう意味ではちょっと特殊なケースではあるんですが、そこのところを一旦抜いてしまえば逆にいろんなことがひょっとしたら見えてくるかもしれないなという感じはちょっとしてます。まあやはり他のケースと比べて考えても失踪するときにいなくなるんで、部屋の中の状況とかもう本当にだからパンが食べかけになっているとかですね、もうなんかそういうこうちょっとだけ出てでそのままいなくなるっていうケースっていうのは結構たくさんあるので、それはやっぱり何かの理由でおびき出されるとかそういうことでやっぱり連れてかれたっていう可能性が高いんではないかなと。まあそうでなければもしご自分の意思でいなくなるんであればやはりどっかで、まあ、お母さんかお姉さんかが少なくとも後から考えればこうだったっていう
ね、兆候は探知できるんじゃないかなという感じがしてます。はい。で、ちょっとこれからですね、実はこの長岡では、この近くの、コミュニティセンターで、美奈子さんのことをはじめとして、拉致問題の、常設の展示をしてくださってるんで、ちょっとそこまで話をしながらですね、歩いて行ってみたいと思います。で、ちょっとカメラの方向を変えます。はい。よいしょ。はい。それじゃあちょっと、行ってみよう。あ、皆さんそれ置いてってもらっても、大丈夫、はい、向こうにあるし、はい、はい、はい、じゃあ、まあ、この辺りが普通のね住宅地ですよね。そうですね、もうここまでは本当に美奈子がいた頃はこう全部田んぼだったんですね、はい、前の方は、うんうん、私たちの一角だけぐらいな感じ。あ、そうですか、うんうん、向こうからこちら、はい、小学校ですか。中学校です。あ、中学校ですね。はい。じゃあ美奈子さんここへ通っておられた。美奈子は付属の方に来てましたが、はいはい、上の子はここでした。あ、なるほど、はい、風が出てきました。そうですね、あら、雪が結構。土足祭先生歩いた方が、住まれてたんですか。美奈子は小学校4年生の時だったと思います。それまで川崎小学校、3年生まで川崎小学校の方にいたんですけど、転校しなくちゃいけないのでそちらの方に移動しました。私ぶつけてました。大丈夫です。運動の好きな子だったからしょっちゅうここでキャッチボールしたりして、はい、遊びました。ここ長岡ですね、河合嗣之助とか山本五十六とか、はい、まあ最近だと桜井よし子さん、桜井よし子さんの先輩になるんですかね、長岡高校、長岡高校ですね、はい、まあ長岡って本当にいろんな方がね、有名人が出てるところです。偉い方がいっぱいいらっしゃる。雪が結構残ってますね、うちの後ろなんか屋根から落ちた雪があるから結構あります。ああ、そうですか。だいぶ降ったんですか。かなり今年はでも降ってます。こちらは少なかったけど、すぐ近くのもう山越あたりは4メートルぐらい降って。4メートル、あ、それこそその山側のあたり、向こう側の、はいはい、はい、向こう、あっちが山越側、ね、向こうの方ですか、はい、山越はいつもなんかこう年に何回か署名書きをやらせてもらっています、はいはい、山越町は闘牛かなんかやってましたっけ。やってます。闘牛ですね。ぜひ先生1回ぐらい見てください。
はい、ご自宅からあの長岡高校へ通われたときは、まあ、自転車で通われたわけですね、はいはい、ここまでは自転車でどれくらいで高校自転車に乗ったらもう5分ぐらい、5分ぐらい、はい、あでもあのなんか中学校も高校も結構あのど、あごめん、はい、土手伝いで行けましたので、はい、人とこうだから登下校はあまり一緒の人がいなくこの地域地域にいなかったと思うんですね、うん、同じ学校行ってる人は結構少なかったからね、うん、あそこの建物でしたっけ、はい、このちょっと右側ですね、今まもなくあのこの川崎のコミュニティセンターですけども、ここはあのそのおそらくだから日本中で常設は唯一だと思うんですよね。あのなんかあのラチのあれね、あのパネル展とかあのやっていただいてるところが結構あるんですけども、あのまあ当然時間を区切ってなんで、新潟のマスコミも大変協力的で、あのいろんなことを報道してくださって、まあ、今日もあの新潟日報の記者さんとか、フリーのジャーナリストの方とかね来てくださってますけど、看板が見えてきましたけど、川崎コミュニティセンターで、うん、コミュニティセンターはあの美奈子さんが失踪された時にはもうあったんですか。あ、ありました、ありました、はい、うん、ちょうどいなくなって夜私がここで町内の班長会議があって、それでちょっとまあ帰りが遅かったんですよね。で帰ってみたら真っ暗なはずは絶対ないのに、まあ、家が真っ暗で、はい、それでその後急いで探しました。ちょっと中に入れていただこうと思います。すいません、ちょっと今あのこれ YouTube のライブで流してるんですけど、あの展示のところだけちょっと撮らせていただければ。おはようございます。おはようございます。はい、今こういう感じであのずっと展示をしていただいてます。よいしょ、ちょっと白い、はい、まず
この写真はあれですね、高校2年生、誕生日です。そうですね、はい、誕生日の時です、ね。はい。はい、前に入りますか。で、お子さんの時、これ、ムニナコはもう2歳、左のちっちゃい方です、ね。右がお姉ちゃんですね。はい、3人で、はい。で、写真と、はい、まだ、これは。それは、はい、あの、妙高かどっかに行った時だと思います。あの、妹の家族と一緒に行きました。でこれが川崎、地元ですね、川崎市は。たまたまこう1年に1回、うん、あ、今まで1回、1年間だけ一緒の学校で勤めてました。あ、はい、あ、なるほど。あ、この時はあの、はい、お母さん、長川崎小学校にお勤められてます。はい、で、長岡高校1年生の時の写真ということで、こうやってチラシも置いていただいてますし、それからあの横田さんのね、あの新潟日報 の、はい、あの本とか、あのこの特定商社家族会の本も置いていただいております。あと、まあ、ここはあの調査会のポスターも貼っていただいているということで、まあ、こういう形でね、やっていただいているのは本当にここだけなんで、まあ、もし全国でこういうことをしていただけるところがあれば、本当ちょっとのねコーナーでもいいんで、ありがたいと思います。ちょっともう一回あの画面を逆に戻します。はい、ちょっとこう 歌の声が入っちゃうからこっち行ったのかな、ここだけお借りして、はい、まあ、こういうことで、皆さん今見てきたんですけども、中村美奈子さんの思想、平成10年、1998年ですから、まあ、特定失踪者の中ではですね、やっぱ新しい方なんですね。で、私たちも本当最近だっていうふうに思っていたんですけども、まあ、気がついてみたらもう24年経ってしまっていると、まあ、調査会ができてからももう来年で20年になっちゃいますんで、そういう意味ではですね、もう時間ばっかりが経っていくということなんです。で、今回この長岡でやったというのは、やはり長岡で、美奈子さんが何があったのかということをともかく少しでも知りたいということがありまして、検証を含めてやってみました。またこれで新しい情報をですね、何か出てきてくれると本当に素晴らしいなと思うんですけども、まあ、ちょっとこの機会にお母さんの方から、これ YouTube をご覧の皆さんにですね、ちょっと一言お願いいたします。本当にあっという間の24年なのか24年が長いのか、自分でも毎日とにかく精一杯娘のことを考えながら生活してきましたが、まず地域の皆さんにやっぱり関心を持っていただくようになった、それは本当にこの川崎コミュニティセンターで展示させていただくことで感謝しております。本当に特定失踪者の家族の皆さんの中でも全くうちの娘の状況は皆目道が見えないような状態なんですけど、少しでもこの放送を通じて情報が入ったらというふうに思います。自分で何をしたらいいのかが分からなくて、ただただ娘のことを思うことぐらいなので、少しでも皆さんにこの特定失踪者ということを知っていただいて、拉致問題のことも解決に向けて の声を出していただければ、本当に少しでも前に進めるんじゃないかなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日は新潟県の長岡市から、中村美奈子さんの失踪した現場でですね、中継を行いました。また何かも皆さん思いつかれたことあったら、ご連絡をお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。以上で、ライブ終了いたします。